こんにちは「エレファンタズ・イというゲームですどんなゲームこれ壁じゃないんだ。 降りちゃったよいやえ通れない <laughs> 音でかくなーいサウンドボリューム最低にしてこの音なのホールドダブル 4M <laughs> ムービング c l クライムウェッジ ブロック一つ分だけ登れるよホールド右押しっぱにしてダブル何 メトロイドベニヤ系のゲームなのかな話とかができない 登場アイテムショップ早く走ると穴を飛び越えられますよ早く通しええー、とマップです。 でかいなはははあはあはあこれは登れない沈めない なるほどねーメモ自分でメモできないと難しいのかもしんないねキーが一つ鍵を使う場所どっかあるかな GM ヒントラインヒントが欲しかったら電話してくださいアイテムショップにワープできる s キー マップ画面で S を押すとワープアイテムショップとグリーンハウスシーズ・リングス・ア・ユース・ル・インサイザ・グリーンハウス押すとかは別にできないんだよね押したいよなでもななんかこれを押してくださいねと言ってようような 気がするよね。 ランクによって持てるアイテムが一つしき、えー、と持てる方上限が決まってるだしい今僕は1個しか持てないシーズはダブルでスターを生やすリングは物を持ち上げることができる ブーはは走れることができるシュノーケルは海に入ることができるそれを組み合わせることもできるだろうこれがこれがあったらあっちにあるブロックとかを動かせるんですか いやわかんないねまだわかんないこうじゃない足を速くするアイテムがあるからこの子はデフォルトではもう足速くならないな早いかこれ。 S, S で S で持つってあれか足元に来た時に S とかなのかなシフトああ本当だシフトで速くなる S を押すと いや、効かない。ね、これ、こういうものに対してやることではないんじゃないかな。シードを生やすと上に行けるんかなーって感じだけどね。それがいくらでもできるのかな でもこれで使ってしまったのか1回しか使えないやば使っちゃったよいや持ってる持ってる1回しか使えそんなことない時間制限があるだけ いくらでも使えるっぽいな。カーギーだ。ポットで泳ぐな。重いものを持っていると。 下に潜れるよポットを持っていればポットを担いでいればシュノーケルいらなくなるよねってことねオブジェオブジェクトを担ぐというのがよく分からなかったんだよな何もないとこにも生やせるんだ。 これが上に行けないぞあなんでこれ途中で切れたんだあえてる途中で切れることあんのうむ そんなに伸びないよね、多分。こっからもう一個伸ばせないから。今ここには来れない。右側から来るんだろうか。すごい微妙にずれることあるんだね。ジャストの場所じゃないと。 ジャストン伸ばせる場所じゃないと伸びないんだフェローアドベンチャーラースカラ君こレジャーハンタージェムを探しているあーこの人にジェム渡すとなんかいいことあんのかな 我々の下はたくさんのポットが置いてあるこの下の部屋かなロンリーポットのパートナーを見つけたらそそれはお前のだリングとリングって何だったっけ <noise> 来てもな今来てもなうーんしかししかし 草持ってないとポット持っていけないからレベル上げないといけないんですよまずここの上ってあいたっけえっ ここ穴あって通れないんだよなうんリングの使い方がよく分かってないのがちょっとよくない S を押すと持てるはずなんだけど ホットのことだと思うんだけどなああ,あそうやって持つんかい自分の前にあるものを持ち上げなるほど。 これは持てないこれは持てるマジか持ってる状態でジャンプはできないが潜ることは可能なのでああ持ってそっちに行けないねみたいなことになっちゃってるなそうだね 結局えー、そうなんだこれ騙されちゃうなおカウントダウンが始まっているよさすがにか首脳を受ける前提かあ もう一回行ってみる多分脱出系のないんですけど。いや、そこで最初に、最初に左に乗るとかあるああ、そっか。ょっと話せば浮くのか。もっと話せば浮くのか。もっと話せば浮くのか。もっと話せば浮くのか。 あいやいッおに引っかかったかいやこれはねこの状況で探索する場所ではないと思ってるよないと思ってるんですけどここで上に上がってもしゃあないかなちょっとこれ邪魔にならないところに。 あー一個一個左側を見てみたいなここに来るだけかあんま意味ねえやうんいろんな方法で登れるのがいいよね。 ベリーインポータントって言ってた。いずれかを使ったら、なんか、次の道に開くんだろう。逆に言うと、シュノーケルはまだ使いどころがなかったってことかな,な。なるほど。鍵のある場所とか、俺メモ欄と分からんよな。宝箱あるしね。ここまでか うーんそうでしたか。ここから先はレベル2以降、もしくはあのアイテムを取ることでっていうエリアになるっぽいから、ひとまず。うーん。でもこれを開けても落下するなって。 荷物を穴に落として穴を埋めるみたいなテクニックは出てくるのかもしれないうんアイテムショップに戻ってもいい アイテムショップに戻るときでこれを持ってる状態で戻れるのかな俺。あとはあシュノーケルで行ける場所を探すぐらいですけど。まだね、登ってない階段とかたくさんあるからね。 ウけるこの部屋ってすぐ来れるのかな上から落下できんのかな息もできるね。

おとりあえず OKOK、OK OK、あそこで使うかはわからんキラキラ光ってたなんだ何何何こいつ敵か 敵かななんかジェムくれたんだけど <laughs> 何それ赤い赤い壁は通り抜けできないってことうんわお ランこの辺は見ちゃいたいなぁ戻るときにわまあわぶつかってみようかな下これ。 うーん。ああ、使っちゃったよ。あ、詰まないようにはできてると思うから、多分ジェムが見つかっている。あの、虫に話しかけてもいいのかもしれないね。 何をしたらランクが上がるんだろうなるほど あええここは今あんのかなーこういうの怖いねーこれをどかせと言ってんのかうん。

ああ、通れなくなってる。死のう切れでもダメだ。 宝だお早く走れないから落ちてしまった本当につんだらそれで戻るしかないよと。 機械の世界だ。うわぁ。一周目でいきなりここまで探索できるのも結構、結構結構だよね。順番に。これ右側に。これが落ちる足場であることを表しているこれを上げないといけない。あー、なんか連動してるのか。ここで何かしたらここで何か起きたんだ。 この上に物を置くとかなのかなでもだったら像が乗った時に反応した方が良かったよな、ね。あの子を担いでここに置くみたいなことをやるとこれが上がるとかそういうやつだと予想します。この辺に地下への入り口が。泳いで見つけなければいけないが。 これで帰ってくるよと一旦アイテムショップに戻ってもいいんですよ別にはい水の中に戻っていく場所があるかなだよねそしたらあとはまだまだ序章 これからこの世界の謎が全部解き明かされるのだやってやろうおうこれ上に行けないあ,あぶつかってたのか あの子はもう私終わってるんだねこっから追いかけられたんだなるほど配置はこんな感じメカニズムの何かを見つけてないと進められなそう 最初に落下してきた場所かな うんマップから S どうやって ホールドえマップでホールド椅子じゃなかったっけ帰り方がわかんないやばいなこれいつでも帰れるよって言ってくれなかった鍵があるからねあの一旦上行った場所に開けに行ってもいいんだけどね。 それ以外に鍵見つかってないしどうする ジェムありがとううーんなるほどジェム6個でランクが1個アップランクが上がったランクの数値と持てるアイテムの数が一致寝るヘドあと2個だあと2個見つけねばならぬ アイテムショップからこっち側に出ることは分かったんですが、こっから上はいけないのか。うん。アイテムショップへの戻り方と、あと今後だよなどれで行こう